はいえー、と今回はですね、サスペリアパート2のですね、えー、ちょっとしたあの宣伝を使ってですね、少しお話ししてみたいと思います。まあ、サスペリア2という名前自体ですね、まあ、その辺のお話から始めたいと思います。はい、えー、とそれではですね、えー、とこちらを見ていただきたいんですけども、えー、こちらはですね、あのサスペリアパート2ですね、あのこちらが公開された時にですね、えー、雑誌の裏表紙に載ったですね、 えーまあ、広告なんですね。まあ、広告のデザインを持ってきてます。というところでですね、まあ、あのかなりですねこの、えー、宣伝なんですけれども、う、まあ、嘘と言いますかね、あの正しくない部分といいますか、あのいい部分があるので、まあ、この辺についてですね今回見ていきたいと思います。まあ、あの今考えるとです、ね、あの嘘ばっかりなんですけれども、その当時ですね、えー、1978年の当時のですね、まあ、観客というのはまあこの通りだなということで、まあ、疑いもなくですね見に行った観客がまあかなり多かったわけですね。あの その時も、私もですね、えー、この時見に行ってですね、まあ、まんまと騙されたという感じなんですけどね。えー、ということでね、一つずつ見ていきたいと思います。えー、まず、あの、タイトルのところからいきましょうかね。あの、映画は狂気だというね、ところありますね。えーまあ、こちらはいかがでしょうかということなんですけれども、えー、まあ閣カ括弧がついてるということになりますよね。ということなので、このまあ、 映画は狂気だという名前はですね、これダリオ・アルジェントがですね、えー、発したこうコメントではないかなというふうにこう読み取れるわけですけれども、えー、どうなんでしょうか。えー、とこれ、なかなかこうアルジェントが映画は狂気だと言ったのを見たことがないと言いますかね、これ、イタリア語で言ったのかどうかということもはじめとしてですね、まあ、これは多分言わないんじゃないかなと思うんですよ、ねまあどっかでねあのー、コメントをしているのかというのがあるのかもしれませんけど、少なくとも私はこの サスペリアパート2についてですね、ダリア・ルジェントが映画は狂気だというような発言をしたというのをこう見聞きしたことがないので、まあ、こちらはおそらくですね、当時の宣伝部が作った名前ではない、名前といいますかね、あの、捏造したコメントといいますかね、そんなことではないかなということでですね、あの誰かが考えられたものではないかなという気がしますね。もしかするとね、あるのかもしれませんけど、ちょっと裏が取れないということですよね。で、次にですね、いろいろといきたいと思いますけど、次、これ写真ですよね。 さらに、えー、鋭く磨かれたダリュ・アルジェント第2の挑戦状というふうにあって、ですねそこにこう写真が載ってるわけですけれども、えー、とこれからすると、ですねあのこの写真の主というのは、えー、ダリュ・アルジェントじゃないかというふうに見て取れるんですけど、まあ、この当時ね、まあ、むさ苦しい感じのねあの写真が載ってますけど、まあ、その当時ですね、ダリュ・アルジェントというのはそれほど有名なわけではないので、ですね、えーまあ、この写真が誰かということなんですけど、まあ、これは。あの 今から見てもですね、ダリワルジェントの写真であることは間違いないんですけどね、ちょっとやっぱりこう、因があるというかね、少しやっぱりホラーチックな写真にはなってますよね。ちょっとこう、病的というかね。 そんな感じがしてます。まあ、ただ、この写真があるといかにもね、あの、ホラー映画の監督と言いますかね、怖い映画を作る監督って感じがしますので、まあ、決してね、この写真を載せたのは悪くないからと思いますけどもね、まあ、こんな監督の顔してるんだと思いながらね、あの映画を見に行く方も多かったんじゃないかなと思います。で、次がですね、あの、さらに鋭く磨かれたということ、まあ、さらにというのありますよね。で、鋭く磨かれたダリオ・アルジェント。 まあこの名前、監督の名前出てますし、第2の挑戦状という形になってますけど、第2の挑戦状というのがあるということは、まあ第1の挑戦状というのが当然あってですね、その中に第2の挑戦状ということになるわけですね。じゃあ、第1の挑戦状というのは何かということなんですけれども、こちらはですね、サスペリアということになりますよね。サスペリアが第1の挑戦状で、このサスペリアパート2が第2の挑戦状というまあ触れ込みなわけですよね。ということで、 えー、そことそこがま,あまず正しいのかということとで,ですね、まあ、第二の挑戦状というものは正しいのかというと、さらに鋭く磨かれたということは、さ、ま、ら、あ、にというのは何かを比較してということになりますので、まあ一つのものがあって、そこからさらにね磨かれたということになります。さらにということがつくということからすると、ですねこさらにの大元というのは、ですね鋭く磨かれたものが大元にあって、ですねさらにということになるので、この大元というのがあって、まあさ 鋭く磨かれる前のね、要するにものがあって、さらにする、あのまあ、鋭く磨かれてはいるんですけれども、さらにですね、サスペリアパート2は、あのその磨かれ度合いがね、すごいということになるわけですよね。ということで、これも、これもどれ、何と比較してということになるかと思いますけれども、これ、サスペリアと比較してということですよね、サスペリアも鋭く磨かれた映画であるということを言ってるわけですけれども、まあ、それに対してですね、さらにという言葉で、こうさらにこう、 鋭角的な、ね、映画にななっていいるととうことですよねでなおかつ、まあ、ダリオ・アルジェントという名前がついているので、まあアルジェントの監督だということですよね。まあ、これ、監督とかだにもっとこ,うこの段階でわからないですけど、まあ、比較的ですね、サスペリアのヒットによって、ですねダリオ・アルジェントという名前がまあ世の中でまあ認知されるようになったということから、ですね、まあ、これはこういうね。 あのアルジェントを前面にに押し出し出た宣伝になってるといる、ね、次はね問題はですね、これ第2の挑戦状と言っていいのかということなんですよね。えー、ということですけども、もともとですね、サスペリアパート2というのはあの、現代がプロフォンドロストですね、英語題名がディープレッドということになって、制作年度で言うとですね、サスペリアが1977年ですよね。77年に制作で、まあ、イタリアでも77年に公開されて、 日本でもですね、1977年の、まあ、夏のね、ちょっと前からね、初夏の興行ということになったわけですけれども、えーっと、ただですね、サスペリアパート2というのは、これ、日本で付けられた名前でですね、もともとの制作年度は1975年ですよね。75年にイタリア公開ということで、まあダリあの、イタリアではですね、ダリオ・アルジェントの空前のヒットとなったということで、まあ、ダリオ・アルジェントをね、えーまあ、世に知らしめた作品のね、 一本であるということで、まあ、あのプロフォンド・ロストという名前が、逆に言うとですね、あの監督としてのダリオ・アルジェントの代表作ということになっています。とするとですね、この第2の挑戦状というのは、ですね、そもそもこうサスペリアパート2という名前ではあるんですけれども、これはこうあの誤りというかね、あの嘘ということになりますね。第2の挑戦状どころかですね、1977年のサスペリアに対して1975年に作られた作品ですから、まあ、第2というのはねあの、いうことはなかなか、まあ、日本公開と言いますかね、 まあ日本に対しての第二の挑戦状ということで、まあ、過去のね、過去に書いた挑戦状をまた持ってきたというふうに言えないこともないんでしょうけれどもね。まあ、ちょっとそれは問題に、問題があるなという感じですよね。で、次のね、細かいところいきたいと思いますけど、あれから1年ってありますよね。こちら、このあれから1年というのは何なのかということをいきたいと思うんですけど、まあ、確かにですね、あのー、サスペリアが1977年の日本公開ですよね。それから、サスペリアパート2が1978年。 秋の公開ということですので、まあ、ちょうど1年ということになりますね。したがってですね、えーまあ、公開年でいうとですね、公開の順番でいうと、あれから1年ということでいいわけですけれども、まあ、先ほど、ね、お話ししたましたように、制、え、作、ー、としてはですね、1975年ですよね。で、77年にサスペリアですから、まあ、それでもね、ペースとしては早いとは思うんですけど、2年後ですよね、あのインターバルとしては2年あるということになるので、えー、っとどちらかというと、このサスペリア。 あれから1年というのはちょっとね、あの、公開で言えばいいんですけども、えー、まあ、そういったね、全意的に解釈できないこともないんですけれども、ちょっとやっぱり問題があるなと思います。で、次がですね、これ完全に嘘なわけですね。待望の第2作、ついに完成ってなってますよね。これはもう1975年にも公開されてますからね。まあ、ということからすると、えー、完成というのはね、ついに完成というふうにすると、サスペリアの後に、 え1978年の,、ね、あの初めぐらいに公開、あの完結したというイメージですよね。しかし、1975年に、す、え、で、ー、に、ね、イタリアで公開されてた旧作ということになるので、待望の第2作ということからしてもです、ね、全然こう、ね、中身の関係もないし、まあ、そもそもタイトル自体もです、ね、関係ないということになりますので、第2作ではないということですね。ですので,これダブルで嘘、この文章はダブルで嘘ということになりますよね。えー、とまあ第2作というのがまあ嘘ですしあれ、すみません。 第2作というのも嘘ですしですね、ちょっとこれは、あれですかね、えー、っと、蛍光ペンにしておきたいと思いますけど、待望の第2作ということ自体も嘘ですし、完成というね、まあ、ダブルで、この一文の中にですね、まあ、嘘が2つ入っているということになりますよね、えー、いうことになります。で、世界中を揺るがせたサスペリアショック、まあ、サスペリア自体、サスペリア自体はですね、まあ あのアメリカでも公開されてますしです、ね、で至るせあのフランスとかですね世界中で公開されていることは事実ですので、サスペリアショック、世界を世界中を揺るがせた、まあ、ここは正しいと思うんですよね。ただ、ですねこれ、帰ってきたというのが、ですねこれむしろですね帰ってきたというのはあの旧作ですのでね、ね、まあ、嘘だということになりますよね。えー、ということで、まあ、約束です、決して1人では見ないでくださいというのはあって、まあ、この絵は、ね、いいと思うんですけど、まあ、かなりですね嘘 のシーンが多いといととうこ,とで、まあ、ど,こだどこが嘘そかというと、まず映画は狂気だというまあコメントについては、ですねダリオアレジェントが言ったものではないのかもしれないということで、まあ、ちょっとクエスチョンマークがつきようということです。でさらに鋭く磨かれたということで、まあ、さらにということを入れると、う嘘だということになりますねね。第2の挑戦状自体は、これ嘘ということになりますよね。まあ、日本公開ということなければね嘘ですで。あれから1年っていうのも 嘘ですし、まあ、実際ですね、作られたということからすると2年のインターバルがあるのでそこもさらにおかしいと。待望の第2作というのも間違いと。ついに完成というのはこれ、つ、ま、い、あ、に完成というのはまあ,ありえないということで嘘ですよね。で、サスペリアショック、まあ、ここは正しいというふうに、ね、言えると思いますけど、帰ってきたというのは嘘ですし、まあ、そもそも、ね、あの続編ではないということですので嘘ということになります。したがってでですね、この中で正しいの中正いは、 ここですかね、世界中を揺るがせたサスペリアショックというところは正しいんでしょうけど、それ以外の部分はね、あの得てして、まあ、間違っていると言いますか、嘘であるということですよね。ですのでね、あのまあ、手直しするというあ、正しく書くには世界中を揺るがせたサスペリアの、何、えー、ですかねあの、要するにこう、原体験と言いますかねあの、要するにこう、ルーツと言いますかね、そんなところを ルーツとなる作品だというふうに言えば正しいんでしょうけれどもですね、えー、とこのままだとね、まあ、あの果たしてこうねあの、正しくないと言いますかね、<laughs> そういう問題がまあかなりあるということですよね。ということで,ですね、まあ、今回ちょっとそういう話で、まあえー、とサスペリアパート2というのはサスペリアの続編ではなくて前作であるというのはね、もうあのその当時は分からなかったけど、今としてはまあ常識ですよね。まあ、ただね、タイトルの名前からするといまだもってですね、あのそれを知らない。 方というのも、まあ、随分いらっしゃると思いますしね、まあ,あのアルジェント研究会ではね、もうあのほぼ知られていると言いますかね、もうずっと言ってる話なんですけれども、まああのまあ、ホラー映画のね不安の多くはですね知ってはいるんですけども、まあ、そうでなければね、ね2というのはね、あの全然わ、ね、からないということで、まあ、非常にこう混乱を与えるというね、今となっては混乱を与えているということになりますのでね、まあ、どうしようかなという感じですよね。まあ、ただねあの 解体するかどうかというのはね、また別ですのでね、あの、ま、いろいろとね、よく説があって、例えば、あの、プロフォンドロスだとかね、赤い深淵だとか色々と、いろいろと考え、あの、直すね、べきも、直すべきこう候補というのは上がると思うんですけれども、えっ、ー、と、なかなか難しいところですよね。はい。えー、ということでね、今回は、まあ、こんな形にしておきたいと思います。えー、ということでですね、えー、はい。えー、ということでね、まあ、今回はですね、 えー、サスペリアパート2のこの雑誌広告ですね、これを使ってですね、少しお話をさせていただきました。今回は以上ということになります。<music>